これは遠くに見える巨大な円盤。おい、うん、どうやら私たちは正しかったようだな。法律家としての勘がささやいている。あれが私たちの探している方法である可能性は非常に高い。だが本当に大義版だとしても、いくらなんでも大きすぎる。どうやって持ち帰ればいいんだ。おっと、弱音なんか吐いてる場合じゃなかったな。先に周りを調べてみよう。おい、あれは砲塔弾じゃないか。なんだか見覚えが。そうだ、数日前に遭遇した奴らだ。よっ、はっ、はっ、そこだ。トン、よっ、はっ、さあトン、ほれ、よっ、ボン、それ、はっ、トン、はぁ、行くぞ、よっ、暗え、よっ、小さい円盤だ。外観と盤面の配置を見たところ、うん、これが方々、大義盤で間違いないだろう。地面に埋め込まれた小さな大義盤、一体何に使われていたの。いくつ、この海の剣、これよっ、はあ、そこだ、よっ、下がれ、あはい、この、はっ、トン、さあ、よっ、はっ、くらえ、引くぞ。はあ、以前大きな商業、幸い、しかしさっきの奴らはおそらく、うわあ、これってトンネルか。なんだかおかしいぞ。まるでもう一つの世界や時空につながっているみたいだ。おや、新たな入り口のようだ。うん、よかった。ここらで合流できるかと思ったが、誰もいないようだな。ファデュイ、まさかこれも誰かの記憶か。気をつけろ。予想通りのようね。イエラン、いたのか。何度挑んでこようとも仕留めるまでよ。一緒にいるときはそんなこと話すなよ。凍ってしまうよ。これでも食らえ。ボン、急ごう。かかれ、燃えや、よ、いや、法にまだ抜け道が。痛がっちゃいない、せい、いい度胸ね。たほ、かかれ、コンタクトよ。いや、急がなくてもいいのよ。トン、あ、いや、行くぞ。よっ、ブーン、くらえ、トン、あ、はあ、ふっ、痛がっちゃい。ここから本当に出られないか。見たことすべてを記録し、大義盤を残す。家に帰るね。もうこれ持たない。燃えよ、よっ、トン、さあ、ほれ、せい、ほっ、ふっ、終わりね、撤収、かかれ。よくもまあ、あんな小細工で尾行してくれたものね。
はあ、相変わらずの腕前だな。覚えているかしら、私が他の場所でその時に聞いた内容と一致するわ。この記憶はこの空間によって再現されている。まあいいわ、これで当時の状況も把握できるから。あいつタイと言っていたが、大義版のことか。エンヒ、地面にあったものは見たかしら。ああ、これを調整することでお前と合流できたんだ。おそらく遠くにある大義版の縮小版だろう。この空間と強く紐づいているようだ。私なんだかそれに見覚えがあるの。ちょっと思い出してみるわ。新たな空間ね。もし空間に同じ規則があるのなら、ここにも小さな大義版があるはずだ。不赦、お前ほどの者が地下の亡霊に。敵がいない。いや、敵は姿を消せるのか。まずい、早く加勢しなければ。待て、これは我の戦いだ。近寄る。汚れた魔獣よ、お前たちのせいで何人もの人が死んだ。地下空間に誘い、お前たちの弱点に気づいたからだ。身を隠し闇討ちするのは不赦がよく用いる戦術だ。我と共にここで朽ちるがよい。お前ほどの手だれがこのようなところで死ぬわけがない。構わん、結果はもう分かっている。わめくがいい。いえ、不赦は体力が低下しているようだ。東田大元帥、不赦、お前のその力は無尽蔵ではない。それにお前の幻影は本来のお前よりも劣っている。前世紀のお前はこの程度ではなかった。配下の中でも随一の夜叉であった。もし帝君がこのような姿になり果てたお前を見たらどう思われるだろうか。行け、後方は我が援護する。
決して魔獣を地表に返すな、皆の者。双眼から100キロの戦線を死守せよ。もう十分だ。滅びよ、虚無の幻影よ。彼の責務を果たしたまでだ。気にするな。先ほどの見えない相手が伝説の遠田大元帥不赦なのですか。ああ、独断先行したのは悪かった。不赦が行方不明となり数百年、先ほどの戦いが奴と顔を合わせる最後の機会だと思ったのだ。あいつさっき戦線を死守しろとかなんとか叫んでたけど、奴はこの地で戦っていた。伝説の無名の夜叉とは不赦のことだったのだろう。でも戦う時に必ず名乗るんじゃなかったのか。どうして名前が残らなかったんだろう。あいつの身に何かあったのか。わからぬ。おそらく自分が何者であるかすら忘れてしまったのだろう。それは誤称のせいでか。不赦は姿を消す前から狂気に陥っていた。奴の記憶が無傷であったかは。狂気に飲まれながらも双眼巨炎の戦争に夜叉は平穏な時代を、それしかと。この一戦で我も確証を得た。これまでのことから察するに、奴の戦う姿を、不赦の幻影は魔獣の弱点を発見し地下空間へ誘い入れたと言っていたわ。この空間は一体何なのかしら。カーン・ルイヤの魔獣を抑え込むことができるなんて。体が重くなった気がする。気のせいというわけではなさそうだ。空間が私たちに干渉しているようね。不赦は地下に残ったはずだ。だがここには幻影があるのみで、当の本人は見当たらなかった。もしこのままここを離れられない場合、我らもあのような結末を迎えるのかもしれない。前へ進む時が来たか。見事な戦いだった。さらばだ、不赦。裁きを受けよ。読んでみよう。この書き置き、ここに。この白陽、白陽は私の先祖の一人よ。当時この人は帰ってくることができなかったわ。つまり白陽は不赦と行動を共にしていたのか。おそらく人、そのほとんどがここにいたみたいね。ああ、ここで何が起きたって言うんだ。さあ立ち止まらずに早く行きましょう。手がかりは全て線で結ばれたわ。真相にたどり着くのももう時間の問題ね。ただこの空間は果たしてどんな形で答えを出してくれるのか。
奇妙な空間だな。アビスの気配がするわ。でも敵はいない。お前の記憶？ここはどんな記憶なんだ？アビス？ってことはこのく…周りがだんだん暗くなってきたぞ。の空間だと大義板の一部は地面に埋まっていたわよね。でも今回は地面に転がっている。まるで誰かが置いていったみたいに。さっきのってお前が想像したものだったのか。幻影は一瞬で消えちゃったけど、あれってお前が妹さんに会いたいから現れたんだよな。エンヒ、これが君の言っていた方法、大義版なのね。おそらくな。遺言にその形は描かれていなかったが、記載されていた情報と一致する。これでほぼ間違いない。お前は似ているわ。こうすれば、うん、この大義版は意図的に操作された跡があるわね。何かしらの情報が秘められているかもしれない。まずは外に出て安全な場所に移動しましょう。この辺で大丈夫そうね。みんなしばらく休んでて、私は大義板を調べてみるわ。なるほど、そういうことだったのね。お？何か新しい発見があったみたいだな。この情報は白陽という名の術師が残したものよ。彼は私が調べている行方不明になった先祖なの。こんなに。これ全部お前の先祖が残した情報なのか？数百年前、とある貴人が私の先祖に大義板を渡したようね。彼ら兄弟は二人でこの方法を持ってカーン・ルイヤの魔獣を倒すため双眼巨炎に来たみたい。出発した時は二人だったけど、帰ってきたのは一人だけ。その上理性を失ってしまった。ご証か？ええ、彼らは夜叉の負傷と肩を並べて戦った。その時に合掌の力に染まってしまったんでしょう。神の目を持たない彼らは長く耐えることができなかったのね。記録を見てみろ。この記録を残した者の末路だが。そんな、もう他に方法はないというの？どうしよう、オイラたち本当にこんなところで死んじゃうのか？そんなの嫌だぞ。
の。まさか。一つ思い出したことがある。待っててくれ、すぐ確認する。旅人、新しい情報を見つけた。ここに来る道中、私はあの遺言を調べはしたんだが、それがどんな書籍に挟まっていたのかを考えていなかった。全て覚えているわけではないが、私はその書籍を読んだことがある。中にはこんな話が書かれていた。千年前、仙人は悪獣を封印するため方法を作った。後に人間の友を作ると、放棄に用いるため方法をそのものに譲った。数年後、山に大きな災いが降りかかった時、人間と仙人はこの放棄を使い、力を合わせて妖魔を退治したそうだ。それだけではない。本にはこうも書いてあった。仙人と人間の力が一体となれば、天地の意を操り、都天征夷が可能となる。器を証しに人と仙が共存し、天地が一体とならん。もし仙人と人間の根結である私の力があれば。効果ありだ。十分な力ではないため、一瞬で効果は消えてしまったが、考え方は正しいのだろう。大義盤の中で何かが起動したようだ。皇天の意、御法の神、夜叉と人類は共に気候を握らん。封印の呪文だわ。不赦と私の先祖はこの空間の最上層を封印したのね。そういうことか。分かったぞ。みんな、今はまずイットとシノブのところに戻ろう。そこで提案したいことがある。もう動けない。ここに残りたくないし、死にたくもない。うえ、オイラから離れないでくれ。パイモン、もう少しの辛抱だ。私を信じてくれ。まだチャンスはある。行くぞ。忍、イット、戻ったぞ。ひどく消耗したからまだ目覚めてはいない。だが命に別状はないから安心してくれ。それよりもその表情、何か発見したんだな。しかもあまり喜ばしくないこと。そうだろ。私たちは大義盤を見つけたの。その中には先人の残した情報が入っていたわ。ただどうやらこの空間から脱出する術はないようなの。前にこの宝器を手にした人も永遠にここに取り残されたみたい。そうか。だがまだ続きがある。さっき試したところ、大義盤に力を注入すると反応があった。でもそれはあくまで封印された時の記録を呼び起こしただけで。いや、肝心なのは内容ではなく方法だ。書籍にあった内容を思い出してみてくれ。仙人と人間の力が一体となれば
天地の意を操り、土天遷移が可能となる。仙人と人の力を合わせることで、大義盤の力を最大限に引き出すことができるんだ。大義盤は根結である私に反応した。それはまだ動作していることを証明している。そして私たちの中にはちょうど純粋な仙人と術法を受け継いだ人間がいる。面白いわ、そんな発想があったなんて。仙人と人間が同時に力を注入するということか。その通り。もし私の考えが正しければ、大義盤に最大限の力を注入することで完全な活性化、あるいは反転させることができる。この方法は最後、この空間と双眼鏡炎のつなぎ目を塞ぐのに使われていた。つまりもし反転させることができれば、それで出られる。やったぞ、オイラたち助かるんだな。その通り。その考え、筋は通っている。じゃあひとまず今は休みましょう。準備ができたらその方法を試すということで。うん、オイラドキドキしてきた。イエラン、ショウ、準備はいいか？ええ、準備は万全よ。最善を尽くそう。エンヒ、一つ覚悟しておいてほしいことがあるの。ん？なんだ？方法大義盤はおそらく外に持ち出すことができないわ。多分この秘境にあるもの全てが時空と記憶の乱れによる結果に過ぎないんだと思う。私たちはそれぞれ異なる目的を持っている。そしてこの空間に現れるものは私たちの想像と推測に反応してくる。それは恐ろしいことであり、奇妙なことでもあるわ。ここはもう単なる空間ではない。どんな高次元の力が影響しているかわからないけど、私たちのことを読み現像をもって答えてくる。双眼の歴史によれば、この空間はおそらく大昔から存在していた。一体どのようにして誕生したのか。ああ、あれのことね。あの時私もあそこにいたのよ。え、ちょっと待て、もしかしてあの弓矢はお前が放ったのか？私以外他に誰がいるのよ。あの巨大な蛇はカーンルーヤ文明の遺産のはず。証拠は予想以上に有効だった。もしかしたら二つの力は相殺する関係にあったのかもしれないわね。もしそうだったとしたら、ごめんなさい。私はみんなの今の境遇に責任を持つべきかもしれないわ。そんな、オイラたちのためにいろいろ解決しようとしてくれただろ。お前のせいじゃないぞ。そうかしら。この空間の活動はまるで生き物のようで、あらゆる幻覚で私たちの目をくらませた。実際私たちが見た人や通った道は500年前にすでに亡くなったもののはずよ。それにここにあるほとんどのものは静止している。そうなると、本当に脱出できたとしても時が流れ始めれば大義盤は消えるでしょう。実は私もそう思っていたんだ。でもそれだからこそ大義盤に出会えたのは奇跡だと思う。これら全ては存在しないはずの槍で漆黒を壊したかのようなものだ。ありえない話に聞こえるけど、これも残された最後の可能性。一体誰の思いがこの方法を呼んだのかしら。ああ、でももう一つの原因の可能性もある。それはお前の探し求めることに対する強い執念だ。見つかったのがお前の家族じゃなかったことは残念だが、でも
もしその者がここにいたら、きっとお前が助かることを心から願っていただろう。こうしてみんながここに偶然集まったことはとても興味深いことよ。もしこれも運命なら、私たちの手でそれを変えましょう。こちらはいつでも大丈夫だ。親分は私と牛尾に任せてくれ。旅人、パイモンのことは頼んだわよ。エンヒ、助けが必要になったら私を頼ってちょうだい。了解。セーラウンプ、異霊降臨、軍馬蛇獣、雷帝壊滅、新規復讐、正気流行、定直不明、消去不能、救急如立輪。光った。やはり大義盤は増幅させる方法。この力を維持できればまだ希望はある。力の維持は我に任せろ。わかりました。全員下がれ。我が身で陣を守りて、この地を封印する。我らヤシャ一族、世のために戦わん。貧乏大将、参る。危ういと知りながらどうしても行くのか。この地を守り104年勝手に離れたことはありません。無名夜叉の剣だけはどうか帝君のお許しを。
一発だった。ショーが中に残ってしまうのではとヒヤヒヤしたが、無事でよかった。はあ、お気持ちはわかりますが、まあその心にある思いはきっと一朝一夕で形成されたものではない。簡単には曲げられないものなのでしょう。結局私たちの方針は最後まで一致しませんでした。ですがあそこから脱出できたのはあなたのおかげです。救っていただきありがとうございました。いや、我だけの力ではない。どういたしまして。みんな疲れているけど怪我はなさそうね。ゆっくり休んでちょうだい。急いで出る必要はないから。私は先に周りに異常がないか確認してくるわ。行っちゃった。お礼を言おうと思ったのに。イエランは本当に自分が何かしたとは思っていないのだろう。彼女はショーがみんなを救ってくれたと心から思っている。恩恵を受けた以上はもう何も言えなかったんだ。ショーもそうたやすく説得されるような人じゃない。イエランも彼の心を変えるのをついに諦めたわけだ。ショー、叩かれてるみたいだぞ。な、そうではない。確かにその言葉に誤りはない。お前たちの意見も心に留めておく。本当か？よかった。なんだかすごいことを成し遂げた気分だ。今回誰か一人でも欠けていたら脱出できなかっただろう。それほどに危険な状況であったと言っても過言ではない。途中で誰も失わずに済んだのは実に良好だったよ。そういえば牛使い野郎がまだ起きてないけど、このまま早く見に行ってみようぜ。ガーぐっすり寝たぜ。え、なんだ、何を見てやがる。体は大丈夫か。頭はどこかにぶつけておかしくなってないか。辛かったら言うんだぞ。今でも十分バカなのに、もし頭でも打ってたら。何言ってやがる。俺様はピンピンしてるぞ。逆によく眠れたから今は力がみなぎってるぐらいだ。つうか、なんか忘れてるような。そうだ、おい、俺たち地下にいたんじゃなかったのか。どうやって出てきた。話すと長くなるからまた後で教えよう。イット、私たちが脱出できたのはお前と忍と牛尾のおかげだ。私のせいでみんなを巻き込んでしまった。できれば謝らせてくれ。なこと言うなって。俺たちを助けてくれたんだ。これくらい当然ってことよ。もしお前がいなかったら俺たちは今頃リーウェの牢屋にいたかもしんねんだからな。それはちょっと違う。親分が牢屋で私は外にいるのが正しい。うん。そうか。それなら新たな友を作るいい機会だと思ってお祝いにリーウェ校を案内し食事に行くのはどうだろうか。おう、そりゃ最高だな。早速。腹が減った。もう一歩も歩けそうにね。私もお腹が空いた。では早速出発しよう。先輩、おいらも行く。おい、分かったよ。
じゃあ稲妻の二人は私に任せてくれ。今回は大変だったから、お前も早く帰って休んだ方がいい。ああそうだ、イエランはいなくなったことだし、お茶をご馳走するという話はなしにしておこう。ああそうか、はあ、よし代わりに伝えてやる。旅人サラタムチミスケ、ウシオが伝えたいことがあるらしい。なんだなんだ。私も聞きたい。なら私も混ぜてもらおう。なるほど、そうしよう。牛尾のやつ、こう見えて思いやりのあるやつなんだな。意外だったぜ。一見奥の深そうな道理でも単純なことは多い。だから牛尾の言葉は役に立つだろう。おう、この件はオイラたちに任せろ。じゃあイット、シノブ、牛尾、出発しよう。おう、飯だ飯。また会おう。終わったか。ことをしてきたわけじゃないぞ。ただ友達を見送っただけだからな。あら、まだいたの。さっき稲妻の二人が縁妃と一緒に離れていくのを見たわ。リーユエ校に行くのね。君たちは行かないの？オイラたちはショウと話がしたいんだ。そうだと思ったわ。周囲はすでに確認した。今のところ異常はない。これで一件落着ね。次は秘密保持の問題かしら。遠方から来たあの二人にはこの事件について黙っていてもらわないと。うわー、待て待て、あいつらにはオイラたちから言っとくから手を出すなよ。あら、そう？バレた？じゃあ冗談はここまでにするわ。今回みんなにはお世話になったわね。このことは忘れず胸に刻んでおく。あの奇妙な地下空間はどうやって誕生し、どうやって長い間存在し続けたのか、それらについてはこれからも調査を続けるつもりよ。なんとなくこれにはより深刻で人には明かせない理由があると思うの。それに最後は誰かが助けてくれたようだったし、それ自体は別にいいのだけれど、まさか私にはその存在が何者なのか見当もつかない。力のある方なのは間違いないでしょうけど。まあ今はそれを調べている場合じゃないわ。後片付けや報告の仕事があるもの。私も一旦リーユエ校に戻るから。それじゃあさようなら。我が待っていることに気づいてたのか。うん、そうか、行きたいところがある。時間があるのなら一緒に来るか。どこに行くんだ？夜叉に関するところだ。